何それカメラえぐ何これYouTuber みたい YouTuber みたいでしょう。じゃあ行きますか。はい、はい、お願いします。本日はごめんね浅草まで参ります。浅草、はい、ナビなしで参りますのでね、どうでしょうかね、はい、もうだいぶ夕方になってますが確かにちょっとまあいいじゃん、こうね、綺麗な感じがあってそうだね、まあみんなよく昼間の浅草しか知らないから、うん、夜の浅草の紹介ということで、はい、そんな感じでいきます。あ、ガソリン入れなきゃいけない。めっちゃ綺麗。あ、寒いわ寒い寒いですね、うん、寒いわ、普通に閉めるか、いや閉めない横だけど窓閉めたら、あ、そう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 、いい感じ。そうなんや、やばいな、あと8キロしか走らないよ、ちなみにガソリンがマジでやばい、早くガソリン入れ、うん近くにあるっけ。安くねえな、この辺は、うん、浅草ってどんくらいかかるっけ。多分30分ないで行けるぐらいかな、うんうん、そんな距離はないんだよ、多分。ただ結構やっぱ混むから。確かに普通に信号重いし。え、今でもあの夜の状態って明るいよね。いいと思うよ、おそらく、うん、YouTuber って大変だな、これ。いや、マジで。あれってやっぱ台本仕込むんかな、こうやってさ、カメラ回しながら話すみたいな。いや、確かに。なんか普通にさ、Vlog 的な感じやると、うん、そんなペチャクチャ普通、わしら喋らんしみたいな、うん、向いてないかなって思うけど。でも台本があったり、それ通り喋ろうって思うからさ、うん、一つのあれとして成り立つのかなって思うけど。けど台本あったらみんな演技うますぎる。ああ確かにだからでもお金稼げるかもしれないYouTuber として素人のはずなのにめちゃめちゃ喋るうまいやん。いやでも逆にその俺らが台本作っちゃうと多分ね、その読んでる演技感が出て多分ねダメなんだよ。まあだからその辺はある程度なんかアドリブじゃないけどさ、難しいっすよ、ね、ちょっとやっていくうちに、うん、そうだね、覚えていかないと、うん、シートめっちゃあったかい、これそうよ、漏らしてみたいな感じになるカットですえ、ならん、なんかいや、なるけど、今この気温で15度か、15度か、そんな寒くないのか、うん、今日昼間あったから10、まあだから、あ、今ぐらいが限界かな。1月とか2月なんて開けてるとマジで本当に、あ、寒いと思う。今ぐらいだったらそんな風がこう来ないじゃん、うん、上しか来ない、ちゃんと着込んでれば割といける。やばい、あと6キロしか走らない。そこ、ね、高い、いや、もう高くてもちょっと言えないとやばいからそこでもいいけど、ただ右折ができそうにないな。反対の方がいい、うん、かといって U ターンするのもあれだから、ちょっと次行きたいですね。はい、うん、行けなきゃ死んじゃう、ここで朽ち果てる。出口進入禁止、嘘でしょー。あー、まあいいや、迂回しよう。頼む、持ってくれ。ゼロ、ゼロ、もう書いてあるから、これ見て本当だ。怖い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 。給油口左なんだよな。はい、待って、海浴あるよね。あるあるある、ある書いてある。あ、セルフね、はい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 、ある。よし、
トイレしたい。やっとトイレしたい。頼んだ。これであとはもう浅草向かうだけだね。はい。500キロ走るよ。500キロ。じゃあ浅草のところまで飛ばします。はい、行きます。ということで開けまーす。あー、この音がいいんだよな、ウィーンってのが。どうすか、良くないっすか。っていうね。かー、あ、ごめんなさい。ごめんなさいね。ということで、もう間もなく、あの念願の浅草、初めてですね、来るのはみたいな感じなのかな。めちゃめちゃ嘘だ。めちゃめちゃ台本あるじゃん。よいしょ。よし。到着からの閉めますからね。行きますよ。はい、じゃあ行きましょう。はい。あ、そうです。え、そうなんですか。はい、イエーイ。これ土壌。さっき話してたやつ。土壌。お願いします。